ユゼフ・アントニ・ポニャトフスキは、ポーランド・リトアニア共和国の貴族、オーストリア軍の将校、後ナポレオン一世の下で将軍として活躍し、元帥となった軍人である。フランス5名は、ジョゼフ・アントワーヌ・ポニャトフスキ。ポーランド5月3日、憲法交付のシーン。右端の馬上の人物が若きユゼフ・ポニャトフスキ。左の方の黒帽子と赤マントの人物がおじで、 ポーランド国王のスタニスワフ2世、アウグスト、ライプツヒのナポレオンとポニャトフスキ、ユゼフ・ポニャトフスキは1763年、ウィーンに生まれた。ポニャトフスキ家は、シュラフタの家系で、祖父スタニスワフは、スウェーデン王カール十二世に仕えた後、ポーランドに帰り、クラクフ上代になった軍人であった。父アンジェイは、オーストリアの将軍であった。さらに、 ポーランドリトアニア共和国最後の国オスタニスワフニセイ、アウグストが父の兄であったため、一族と共に大公の称号を与えられた。はじめオーストリアで軍務に就き、オスマン帝国との戦闘にも従軍する。1789年、叔父の恋により、祖国に帰ってポーランド陸軍少将となるが、オーストリアロシア帝国、プロイセン王国によるポーランド分割を防げなかった。 1806年、ナポレオンがプロイセンをイエナ・アウエルシュタットの戦いで破るのを見て、祖国を再興してくれると思い、ポーランド軍を率いてナポレオンの指揮下に入る。翌1807年、ナポレオンがワルシャワ公国を建国すると、ポニャートフスキはその名目上の軍司令官になった。1809年、オーストリアとの戦役でワルシャワを一時的に占領されるも脱会し、逆に、 ポーランドの丘陵クラクフの占領に成功する。ボロディノの戦いでポニャトフスキのポーランド軍団は優先したが、ナポレオンがロシア遠征に失敗すると、ワルシャワ公国の存在も危うくなり、敵側になびくポーランド人も多かったが、ポニャトフスキはナポレオンを裏切らなかった。1813年、自ら1万3000のポーランド軍を組織し、リ戦の戦いに参加した。 ライプツヒの戦いの最中にフランス元帥に除せられ、その3日後にライプツヒからのフランス軍の退却を伝軍として支援して奮戦したが、自らは渡下中に溺死した。ありがとうございます。